国山派ンは TBS テレビのアナウンサー。東京都の出身で、イラク出身のジップと日本出身の実母の間に出生。名前の派ンはアラビア語で美しいという意味を持つ。中央大学杉並高等学校から中央大学小学部へ進学。大学ではサッカー部に所属していた。大学卒業後の2013年4月1日付で、 tbs テレビに入社。入社式のイベントを兼ねて収録された、ジョブチューンはあの職業の秘密ぶっちゃけます。で、放送上の番組デビューを果たした。同期の局員には、熊崎風と小林海子良アナウンサーと、一般職で採用された笹川ゆりがいる。アナウンサーとしては、夏サカス2013笑顔の扉でリシャカス。番組グルメでおもてなしの PR を目的に、 結成されたデリシャカスタベアル機体から熊崎、小林と共に活動を開始。2013年10月開編から3人揃って N スタへのレギュラー出演を開始した。N スタでは日曜版のメインキャスターを経て2019年9月まで平日版のサブキャスターを担当していた。その一方で2014年4月から3年間王様のブランチで 進行役を務めたほか、同年10月から5年間にわたって、アッコにお任せのアシスタントを担当。2015年に放送されたティーバーのテレビ CM には TBS を代表するキャラクター役で出演していた。2019年9月30日から2021年3月26日までは、グッド・ラックの司会に専念。グッド・ラック その終了後は、テレビ番組へのレギュラー出演から遠ざかっていたが、2021年6月27日から8月22日まで、アッコにお任せ、のアシスタントへ復帰していた。さらに、2021年の夏季に開催された2020年、東京オリンピックでは、報道系アナウンサーの一人として、TBS テレビ担当分の競技中継や、関連番組へ出演していた。 2021年8月30日からは、ニュース23のキャスターを、小川彩香と共同で務めている。報道番組の担当は前述した、N スタ以来で、ニュース23シリーズのニュースキャスターを、TBS テレビの現職男性アナウンサーが、レギュラーで務める事例は、小川を単独でメインキャスターに起用した2019年6月の、リニューアルで上司の駒田健吾が降板して、 以来およそ2年3ヶ月ぶりである。番組の初日出演後、国山はかつて番組共演した和田明子から、お任せは忘れろ。バラエティー感を出すな。そこは誠実にニュースを伝えなさいと、電話で激励の言葉をもらったと語っている。趣味は、ヒップホップなどの洋楽類を聞くこと、映画鑑賞、読書。スポーツ類は、ワークアウト、サッカー。好きなグルメは寿司。 日本酒、国糖醸中。特技は、ボイスパーカッション。普通自動車免許大型二輪免許、パジオープンウォーターダイビングライセンス、ILS6.0 ロックバンド、サイレントセイレーンの梅村ひな子は、高校と大学時代の同級生。2020年2月17日放送の、グッド・ラック。で、2月14日に4歳年下の一般女性と結婚したことを発表。 身長 178cm 以下 TBS ラジオありがとうございます。